俺の名前は渋谷優里。彼女いない歴イコール年齢の3度の飯より野球が好きなごくごく普通の高校生。そんなごく普通の俺がごく普通の公衆トイレでごく普通の便器から流されてたどり着いたのは異世界で、魔族が支配する土地新魔国。そこではなんと俺様は魔王だったのです。それなんて RPG とか言っている間もなく、俺は第27代魔王に就任。陛下と呼ばれる身になって数々のアイテムをゲットしたりしなかったり、強大な魔力で数々の困難を乗り越えたり乗り越えなかったり、何もかも皆懐かしい。そういや新魔国では黒は高貴な色らしく、黒髪黒目の俺は総国ともてはやされ、ありえないほどのモテっぷり。金髪の婚約者もできた。男だけど可愛い娘もできた。幼女だけど。おかしいな、うすらしょっぱいような気持ちになるのは気のせいか。まるで何もかも夢だったような不思議な気分だ。でも間違いなくあれは現実だった。今頃みんなどうしているだろう。俺は元気だよ。今日も元気に高校生やってます。ただいまで、勝利なんで勝利が俺の部屋にいんの。勝利じゃないだろう、ゆうちゃん。お兄ちゃんと呼べと何度も言ってるじゃない。なんだったらお兄さん、兄上、兄たまでもいいぞ。兄貴と兄は却下だが。何バカなこと言ってるんだよ。つうか留守中に弟の部屋に上がり込んで何してるわけ。いや、ちょっとパソコンをな。あ、俺のパソコン勝手にいじるなよ。野球のサイトしか見てないなんて。ゆうちゃんはそれでも健康な高校生男子か。兄として少し心配だぞ。勝手に他人の履歴見るなよ。ゆうちゃんも一度ギャルゲーでもやって女の子に関心を持った方がいいな。ギャルゲーはいいぞ。現実世界の女の子と違って可愛いし素直だし、何でも言うこと聞いてくれるし。いや、ダメなんじゃねえのそれ。そこでこの兄がゆうちゃんのために初心者向けのギャルゲーを選んでパソコンに入れておいてあげたから、これで心ゆくまで妹萌えとかメガネっ子萌えとかメイド萌えとかを堪能するといいぞ。余計なことすんなよ、いらねえよ。まあ、そう言うな、絶対ゆうちゃんも気に入るから。見てみろこの子。あれ、なんだこの子。どこかで見覚えが。うわ、これボルフ。でも胸あるぞ。しかもなんかでかいし。なんだ、ゆうちゃんは巨乳が好みか。ツンデレ巨乳。よーし、いい萌えだ。ツンデレって。で、こっちの黒髪ショートは。ユーリ、俺の名前じゃん。何を言うか、ユーリは普通に女の子の名前だろう。ドイツ語では7月のことをユーリと。それどっかで聞いたな。てか弟と同じ名前の女キャラ使うのよせよ。渋谷くん、あ、いたいた。うん、なんだよ村田、勝手に入ってくんなよ。うん、勝手じゃないよ、巫女さんが上がっていいって言ったもん。人んちの母親を名前で呼ぶなよ。天気もいいし動物園でも行かない。ん、動物園。最近リニューアルしたんだって、触れ合い広場もあるよ。
おい、来て早々うちの弟をナンパするな。いけませんよ、ゆうちゃん。不純な交友関係は異性間に限らないと。って何の話だよ。これはこれは友達のお兄さん、こんにちは。お久しぶりですね。はい、こんにちは。はい、でも残念、ゆうちゃんはこれからこのギャルゲーをプレイするからデートには行けません。勝手に決めんなよ。やらねえよ。あれ、この画面の女の子、オンビーレフェルト卿に似てるね。こっちの黒髪ショートは、あ、見るな、村田は見るな。あ、わざわざこんなそっくりさんが出てくるゲームを選ぶなんて。渋谷ってやっぱり、なんだよ、これは俺が選んだんじゃなくて勝利が。隠さなくてもいいよ。口ではあれこれ言ってても結構まんざらでもなかったんだね。それならそうと素直に言えばいいのに。違うって、何言ってるんだよ村田。よくわかってるじゃないか、弟のお友達。ゆうちゃんは釣れない態度をとっていても、実はお兄ちゃん大好きっ子で。それストーカーの発想だよ。よし、わかった、出かけよう。勝利に付き合ってギャルゲーするより村田と出かける方が数倍マシだ。なんてこと言うんだゆうちゃん、兄は悲しいぞ。あれ、なんか意地張らせちゃったかな。ごめんね、ゲームやりたかったらやっててもいいよ。渋谷がフォンビーレフェルト卿を攻略しているところもちょっと見てみたいし。いや、やりたくないです、全然、超全く、これっぽっちも。今すぐ俺をどこか遠くに連れて行ってください、勝利の手の届かないところへ。ゆうちゃん、動物園でいい？他に渋谷が行きたいところがあったら付き合うけど。そうだな。動物って言えば、村田、クマハチって知ってる？もちろん、可愛いよね、クマハチ。抱いて寝たい希少動物ナンバーワンだよ。あっちの世界には不思議な動物がたくさんいたけど、あれは格別だったな。クマハチ？クマンバチのことか？体長約25ミリと大型で、クマのような毛が密生したミツバチ科のハチのことか。そんなものを抱いて寝たいとは、そこのメガネっ子も変わり者だな。あ、やけに詳しいですね、お兄さん。あ、そうそう、そのクマハチだけど、城内で羽化したんだって。ああ、そうなんだよ。大変だったよ、あの時は。絵のモデルになるよう頼まれたら、誰だって少しは躊躇する。ましてやそれがラフならぬラ男であったなら、十中八九お断りだ。もちろん俺は躊躇した。そしてやんわりと辞退した。ところが、書き手も心得たもので。今が一番いい時期だろう。手遅れになってからでは遅いんだぞ。肖像画は若くて綺麗なうちに描いておくのが一番いいんだ。その腹筋といい背筋といい、しなやかさとたくましさが調和している今こそが有利の旬だ。今この時期を逃してはお前は永遠にその金星の取れた体つきを後世に残せないぞ。ああ、もう分かった分かった分かったから、そのアイドルを脱がすカメラマン口調はやめろ。
でも脱ぐのは上半身だけな。下は絶対何が何でも脱がないかんな。まあ確かに最近は日々の鍛錬の賜物で少し筋肉もついてきたし、プチマッチョになったこの肉体、グラビアならぬ油絵で残すのもそんなに悪くないか。なんて軽く思った俺がバカだったのかもしんない。しんないけどさ、なんなんだよこの恐ろしい匂いは。あ、草、本気で草、ダメ、死ぬ、もう絶対無理、換気換気換気。逃げるなユーリ、男らしくないぞ。冗談じゃねえぞ、お前どこのメーカーの絵の具使ってんの。草屋の干物から抽出されるやつ。ああもう匂いで気が遠くなってきたよ。まったく、芸術を返さない輩は困る。最高級の顔料を前にして香りのことしか言えないとはな。これが最高級、草屋の干物ゴールドとか。干物ではない。聞くところによると猿動物の排泄物からしか取れないという。猿？猿のうんこなのか。いや猿ではなく。猿でも犬でも猫でもゾウサゴリリュウでも、とにかく人の顔をうんこで塗るな。排泄物そのものではないと言ってるだろう。同じだって。いやそれ以前にさ、その絵のどこが俺の肖像画だ。引き締まったプチマッチョに描かれるかと思えば、どう見ても緩んだタヌキなんですけど。ああ、何ですかこの垂れた乳は。確実に B カップありますよね。うん、美しい曲線だろう。照れることはないぞ。照れてません、情けないんです、恥ずかしいんです。とにかく無理、終わり終わり、美術の時間はおしまい。なんだと、一度書かれると言ったくせに約束を破る気か。あれ、乳たぬきになるなんて聞いてないし、こんな匂いで拷問を受けるとも聞いてねえもん。っていうかこの匂い本気で無理。ほら早くゴルフも窓開けて、いやその前に絵の具片付けて。まったく、この程度の周期で音を上げるとは。魔王として恥ずかしいと思わないのか。立派な魔王には強大な鼻力も要求されるのですか。根本的な忍耐力の問題だ。相変わらずヘナチョコだな。ヘナチョコ言うな。それといいから手伝え、片付けろ。なんかいつまで経っても匂いが抜けないんですけど。気にしすぎだろ。気にしなければ多分そのうち気にならなくなる。多分かよ、そのうちっていつだよ。ああもうこんなんじゃ今夜寝られないっつーの。寝られない、そうか、ちょうどいいな。はい、今夜はユーリが僕の部屋で寝ればいいんだ。うん、何の問題もないな。いやーそれはちょっと問題なくないですし。問題なくなくはないだろ、遠慮も無用だ。いや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 、全力で遠慮いたします。どうしてだ、別に今更恥ずかしがることもないだろ。今更言うな。だって今更じゃないか、僕はユーリの婚約者だし、ほぼ毎日同勤している。同勤？土曜と金曜毎日一緒に寝てるだろうと。君が勝手に忍び込んでくるんじゃないですか。あいつ寝てるだけで何もしてないし。それがおかしいんだ、婚約者なのにどうして何もしないんだ。どうしてと言われましても。そんなに僕を愚弄したいのかお前は。いいから僕の部屋に来い。だからなんでそうなるんだと。ん？待てよ。そうか、
他の部屋に行けばいいんだ。よくない！僕の部屋に来い！そして何かしろ！何かってなんだよ、何かって。何って、その、だから、こう、ユーリが僕とむにゃして、いや、もういいです。言わなくていいです。っていうか、言わないで。だから、俺たち男同士ちゃんって何とも言ってるのに。とにかく、こんなでかい建物なんだからさ、ゲストルームくらいいくらでもあるよな。ん？ああ、部屋はあるが、今はどこも兵でいっぱいだ。このところ、いろいろあったからな。え、マジで？本当にどこも満員？満員だ。誰もいないのは迎賓棟くらいなものだ。それだよ、迎賓館。外国のお偉いさんとかが宿泊する施設だろ。今はお客さんなんて誰も来てないし。迎賓棟はダメだ。聞いていないのか。え、何を。自分の城の状況も把握できていないとは、そういうところもヘナチョコだな。とりあえずヘナチョコ言うな。いいか、迎賓棟には見たこともないような怪物が住み着いているんだ。怪物？なんだそれ。だから見たこともないような怪物だ。いや、それじゃ全然わかりません。何もわからないから大将に困っているんだろう。少し前からコンラートの隊が封鎖しているはずだ。封鎖を解こうにもコンラートは今日また人間たちの村へ巡察に出ているしな。なんだ、つまりその怪物を追っ払えばそこで寝泊まりできるんだな。はあ、お前は何をまた奇烈なことを。簡単に始末できる相手なら衛兵たちがとっくにやっている。わかんないぞ。実は致命的な弱点があるんだけど誰も発見できてないだけとかさ。あ、もしかしたら弱点は魔王にしか見つけられないとかな、そういう設定じゃねえの。そんな性質の怪物は聞いたこともないが。他にいなくてもそいつはそうなのかもしんないぞ。よし、決めた。俺は快適空間の確保と安眠のため断固モンスターを退治する。ユーリが？本気か？本気も本気だね。モルフもさっきここは俺の城だって言ってただろ。自分の城にそんな得体の知れない怪物が住んでるだなんて気持ち悪いっての。だからってユーリみたいなヘナチョコをそんなところに行かせられるか。サクッとヘナチョコ言うな。どうしてもというなら僕が一人で行く。オルフが一人で？え？いや、それはさすがにヤバくないですか。おう、ユーリなら平気で僕なら危ないと。いや、そうじゃなくて一人で行くなんて誰も言ってないし。つまり僕を信用してないんだな。よくわかった。違うってば。だからこうなったら今日はボルフの部屋で寝るよ。そうか、ユーリ、やっとその気になったか。その代わりボルフがここで寝りゃいいんだ。うん、万事解決だな。何を言っている。僕は自分の部屋で寝る当然の権利を有している。お前いつもここで寝てるだろう。ユーリ、あまり頭が悪そうなことばかり言うと本物のバカかと笑われるぞ。なんだよそれ、ちょっと失礼全開じゃなくて。僕は別にこの部屋が好きで来てるんじゃない。ユーリがいるから僕はここに来るんじゃないか。ユーリがいなければ意味がない。そんなことも
わからないのか。ボルフ。ああ、そんなときめきゼリフを男の口で言わないで。お決めいたか。今のは使えるんだな。使うなよ。つか落ち込んでねえのかよ。いいよ、わかったよ。今夜はお前の部屋に泊まらせてもらうし、お前も別にどこにも行かなくていいよ。そうか、心を決めたか。あ、ただし何もしないぞ。何もしないかんな。何もしないで何をするんだ。いや、寝ようよ普通に。わかった。やはりユーリは僕のことを認めていないんだな。違うって。怪物退治なんて軽く言っちゃったけど、よく考えたらやっぱ無理かなって。もういい、もういいから。ユーリはここで待っていろ。僕の実力を証明してきてやる。あ、オルフラムさん、ちょっと一人で追い出しちゃいけません。お前は来るな。わけに行くか。待てって、ボルフラム。ちょっと誰かいませんか。あのわがま